Thank you.
Thank you.
さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭はシュワキャスト、残り 200m、 先頭はエトワールフラッグ。エンザイン豊か必死に追いすがります。エンザイン豊か追いすがります。一気に肩のウィンザー、エトワールフラッグ、肩のウィンザー1着、2着にはどうやらエトワールフラッグ、これが2冠馬だ、肩のウィンザー。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠の大気ブリザード、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。桜栄光前に行きそうです。続いていくのがウィンドフィールズ、オレンジの帽子、キングオブセカンド、その後ろ、その外に大気ブリザード、大気マーシャル、そのうちに続いています。黄色の帽子 AP グランプリ、その後ろ、すぐ隣に藤野真剣王、その外にシャンクシー、さらには東海太郎、カタノーフ、この位置です。ハートレイク、そのうちに続いています。青の帽子桜世界王、その後ろインターマイウェイ、そのうちに続いています。並んで4番シアマゾン、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ8番桜栄光王、ここで先頭が入れ替わりました。シャンクシー、桜栄光王、2番手に控えました。メジロエーデン3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。シャンクシー先頭、差はほとんどない。2番手はシャンクシー、シャンクシーいっぱいになった。カカノーフまだ後ろ、ハートレイク頑張る、あと 200m、 先頭はジェニー、大気ブリザード必死に追いすがります。大気ブリザード追いすがります。カカノーフ伸びません。ジェニー、ジェニー1着、2着にはどうやらハートレイク、見事に勝ちました。ジェニー、カカノーフ敗れました。これは掲示板までです。
直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのは高専新世紀。高専新世紀先頭。残り 100m ノーブルシャレード抜けた。豊昇蘭迫る。一気にセイウンテル。ノーブルシャレード、ノーブルシャレード。一着、二着にはどうやらセイウンテル。見事に勝ちました。ノーブルシャレード。モリーパイロット敗れました。これは掲示板までです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったエトワールフラッグ。前のトップガン先頭。2番手はカタノミリオン。カタノミリオン追いすがります。前のトップガン、もう一伸び。前のトップガン、前のトップガン。1着、2着にはどうやらカタノミリオン。今年最後の G1 もこの馬でした。宝塚記念に続いて春秋グランプリ制覇。前のトップガン。Thank you.
Thank you.